お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、監督今日。いや、そうですね。ぶっちゃけトークで。浅草ロック座をね、やらせていただいて、すごい、歌わせさせていただいて、本当華やかだったし。ただ楽しいじゃないですか。真面目で。私のことめっちゃただ楽しく喋るなよって言いながらも、監督が一番ただ楽しいじゃない。いや、ただ楽しいですよ。まあでも、そりゃそうですよね。監督は入りたくないですよね。すごい緊張しましたね。で、そしたら、隣の加藤さんが、すっごい堂々としてて、さすがだなと思って。本当ですよね。私も本当見てて思いました。ね、やっぱあれですよね。やっぱこう、わ、落ち着いてるわーと思って。ずるいわ、俺手に汗かくわとか思いながら、まあ、マイク、犬飼くんに私返さなきゃいけないのにすごい汗かいてたから大丈夫かなって思いながら返しましたもん、私も。そうそうそう、そんな感じ。俺も汗かいちゃって、はい。矢沢さんもっとグダグダトークになるかと思ったら、そうでもない始まった。いや、ほんと私、みんながこっち一応見てくれるじゃないですか、こう仕切りあったけど、その目線が、やばい、ちゃんと喋んなきゃみたいな圧力に感じて、ちゃんと喋ってよっていう目線ですよ。そう、心配してくれたんですよね。そう、だからそれが感じて、よし、頑張んなきゃって思ったから。思われましたね。はい、お母さんにもパワー送ってくれって、その直前に LINE してたんですよ。お母さん迷惑ですよね。何ですか、今日舞台挨拶あるからって言って、うん、大丈夫よって、大丈夫大丈夫ってすごい念を送ってもらって、もうそんなんでパワー送ってもらわないでください。いや本当にもうそろそろちゃんとしないといけないなと思います。いや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 、いやでもこう言いますけど、映画の中ではすごいなんか、そう、お姉さんみたいな感じ。映画の中ではすごいよね、すごい雰囲気が。キャラがちょっと崩壊してるね今。そう、監督がいけないですよ。撮影終わるとなんかグダグダな人になる。面白い人になりますもん。ステージに出すと別人なんです。さすがです。そうそうそうね、あの舞台挨拶は別ですけど。トークは頑張ります。うん、でもこうやってまたね、みんなで、加藤さんも、皆さんも集まって嬉しかったですね、今日はね。うん、会えて何年ぶりですか、舞台挨拶やるのっていうの。だって広島はこんな感じだったね。まあ広島、まあ去年もやってますけど、あの、うん、でも愛を殺しもあるし、映画祭でもやったし、そうそうそう、なんかでも改めてやっぱこうやって、ね、全国公開できて、まあちょっとコロナでね遅れちゃったですけど、うん、あの本当ね嬉しいですね。ただ初 YouTube なんですよ、私これ。俺も嫌だな、これ俺編集させてください、後でも。だから面白いとこ、面白いとこ見せないと。いやいや、もうなんかここしかは、あの、はあの、ここでしか話してないエピソードみたいなのってありますか？撮影中の？撮影中のも含めて、なんか、ええ、実はこういうのあったんですよ。あ、でも、ラストシーンがもともとあったのを、その、いろいろ現場であって、あの、撮影中に書き直さなきゃいけなくなって、あ、そうなんですか。そうそうそう、もう僕は頭真っ白で、みんなが、早くしろ早くしろっていう中、こう、アイデア書いてたのは本当いい思いですね。でもその後に、そうなんだ、もう本当この日の午後に撮影しないと、もう本当にやばいっていう時に、お昼にその最後のラストシーンが思いついたんです。そうなんだ。そう、神がかってるじゃん。神がかった。もうコーヒーいっぱい飲んだから。コーヒーいっぱい。その一杯。じゃあまたそれ映画ができそうですね。いや、そんなんでできないと思いますけど。でも、本当でも、すごい、あの、すごいいいラストシーンが、アクシデントにできたというか。泣けるって聞きますよ、泣けるっていう、泣けるっていう声すごい聞きますね、確かに。なんかね、監督じゃないや、館長役の加藤さん、本当に劇場、私、第一劇場いつも行ってたんで、わかるんですけど、顔はこわもてなんですよ、第一劇場の社長さんって。本当に加藤さんも喋んなかったら結構あっておかないのかなってハッとするほどの男前な顔じゃないですか。だからなんかそういうところが、なんだろう、こわもてなのにすっごい優しいんですよ、第一劇場の社長が。そう、優しいし面白いしね。そう、もう心をね、温かくて、でそういったところも加藤さんが映画の中で表現なさってるんですよ。ほんとすごいなって、俳優さんって。
見た目は全然違うんですけど。そうなんですよ。でもすごいそのなんか真ん中で全然変なじゃないけど。見た目に出たらびっくりします。なんかでもすごいモノマネじゃないんだけど、この館長さんの要素を加藤さんが表現しているのがすごい、やっぱ見ててすごい不思議でしたね。女の子たちはみんなそうやって言ってた。そうそうそう。もうあの後ろ姿だけで。そう。あの踊り子さんたちは加藤さんの館長姿を見ると後ろ姿だけで。そう。ああ館長がいるっていう。そうそうそう、大好きな社長だみたいな感じだった。ああ、そうなんですね。いや、すごいんですよ。なんかちょっとした仕草一つにしても、うん、でもその前やっぱ撮影に入る前から飲みに行ったりとかして、そのところで、うん、ただ飲むだけじゃなくて、加藤さんは飲みにならないんですよね、あまりお酒。そうですね、うん、そういう時に見てるんですよ。そう、すごい、すごい研究されてて、そういう時ご飯はどこに行くとかあるんですか。なんかやっぱ広島だからお好みにお好み行きますとか行ったんじゃない。まあ僕はもうずっとドタバタドタバタしててまともにご飯みんなと食べてないですけどね。本当監督いなかったです、ね、みんな いつの間にそんな美味しいもの食べてたのって感じですよね。食べました。美味しい広島、美味しい。僕はもう目つり上がってましたから。見て見ぬふりしましたね。やっぱりお好みとかなんですね基本は、うん、お好みとかもう本当はあの有名な発祥っていうお好みがお昼に出てるとか、いろいろ広島的なね、みんな美味しい美味しいと思います。マイグルもね、ストリップシーンもね。そうそうそう。岡村泉ちゃんもね、本当頑張ってくださって、もう本当に矢田さんが本当にその岡村泉さんにこうストリッパーとは何ぞや、踊りとは何ぞやとか、こう本当にね一つ一つ教えてる、そのすごい面白くて、なんかこう自分の思う50倍のゆっくりさで動きなさいみたいなやってましたよね。はい、ありますね。そうしないとやっぱそういうその雰囲気が出ないっていう感情もね、なんかサクサク動いても何も伝わらないですよ。深い。まあこのね言葉に集約されてるわけじゃないんですけど、うん、まあ真面目な話しかない。真面目でいいじゃないですか。ザックバランにザックバランめっちゃ楽しいです。みんなと会えてよかった。本当に楽しかった。会いたかったよ。そうですね。岡村さん会いたかったですね。確かに。また別の時に。そうですね。彼女は夢で踊ってます。